源です。ヌミニストリアステ。油主婦ダブラです。お願いします。はい。ということで本日は最初から出てます。いいよいいよ、お出ちゃってたよ、びっくりした。びっくりした。いつもこう隠しててさ、えーって言うのにさ、最初から出ちゃってますよ。出てんじゃん。これ何ですか、こちら。こちらですね、はい、やっぱりチルドもうまかった UFO さんでーす。イエーイ。ということで、はい、日清焼きそば UFO でございます。 UFO だ。これ UFO って言ったら、うん、まあ、カップ麺じゃないですか、うん、カップなの丸いのが UFO 型みたいだから、うん、っていうのと、前にさ、このショートの動画で、うん、焼いたバージョンの UFO さんも食べたじゃないですか。そう、あれも美味しかったんだけど、今回はチルド。チルド、つまりスーパーのさ、うん、柔らか麺コーナーあるじゃん、うん、あれです。なるほどね。生 UFO でございます。なるほど、はい。この生 UFO を今回食べたいと思いましてですね。いやすごいね、なんかもうあの手この手でなんか遊んでるよね。ヌードル結構遊んでるのイメージあるの、うん、そうね。 UFO はちょっとずつ遊び始めてる。そうだ ね、 なんかねちょっと面白いよね。そうそう。でこれ何がいいかっていうと、重量ですよ。2人前入ってまして、2人前でもう約 400g なんです。すげえ。まあ1人前195なので、2人合わせて 390g の麺。結構僕らカップ麺の UFO とかはめちゃめちゃ食ってるんで、うん、あの実際その違いは多分よくわかると思う、うん、だけで早速これを作りまーす。チルドのもっちり麺にぶっこい濃厚ソースを合わせたら驚きのうまさ。何ぶっこいって何？ぶっこいっていうのがワードおもろくない？でね、気になる作り方なんだけど、うん、一番ね、あのポイントはね、これですね。麺を電子レンジで温める、うん、これが多分ね、前回なかったやつだね。そうだね、乾麺だったからね、うん、これをね、まあ、レンジでペンやって具材を温めて麺炒めて、うん、かなりね、はい、簡単に作れそうだね、うん、普段の焼きそばと一緒だ ね、 ね。おすすめ具材ね、いろいろ書いてあるけど、今日はね、人参がねない感じになります、はい、ですし、なんかやたらと量がすごいです。多分こ1人前 40g じゃん、豚バラ、うん、今回多分ね 200g 入るから、うん、とんでもない量です。まあ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 、いっぱい食べましょう、はいはい、ちょっと早速開けますかね。はい、ほい、おー、でかいでかい、でか、でか、結構でかいね。で、ほら、これですよ、これよく見る、うん、あれですよ、液体だね。そうだね、あれ粉じゃないんだ。ぶっこいですから。おほー、じゃあこれはチンしといて、うん、うわー、こう温めますか。まあ温めるって言ってるけど炒めますね。はい、2分。まずは具材をしっかりと炒めます。いい、まあちょっと火がうわー、バクね。さすがにこれは多いな。キャベツはきっとしんなりしてくれるよ。まあまあしんなりはするか。思ったより終わったな。これはなかなか太いな。いやもうキャベツこれ限界だったんですよ。だからちょっとしっかり炒めるのしばらく時間かかりますね。確かに最近ね、あの野菜不足もね、あるね、感じるんで。炭水化物が取ってないよ。そうそう、いいことだ。冬春ちょっと苦手なのよ私。なるほど。旅券割と年中平気だよね。俺は基本的に年中平気。風の子みたいなもんだもん。風の子、まあでもね、年寄りときはね、毎シーズン必ず1回行くけどね。そうだ、風邪ひく子だったか。そう、風邪ひく子だよ。年に4回風邪ひく子だった、うん、私と一緒じゃん。俺1年間風邪ひかなかった時ないからね。あれだよ、去年はさ、なんだっけ、七草。七草やったわ。七草がゆを去年食べたんだけど、あれ午後に食べちゃったんだよ、確かに。そう、だからそれは効かないんだって。だから今年は午前中七草がゆ食べたから大丈夫だと思う。ではね、この炒まったお野菜たちのところにどう見ても溢れるこの生麺ですよ。で、これね、麺入れたらその上から水を入れて、水がなくなるまで炒めてねって感じなので。ほら麺を入れろ。195、うえー。で、これ家のソース味付けしたら UFO じゃなくなるから。そりゃそうだ、そりゃそうだ。フライパン焼きそばこの音がいいよ、音が。いいね、いいですね。そう、焼きそばとかさ、チャーハンでも何でもさ、大量に作るとさ、めっちゃ手痛くならん。重い。そう、だからあの世のめっちゃお子さんいる家庭とかさ、大量に作るじゃん。そうだよ、ご家族多い家庭は大変だよね。で、水気がなくなったので、大体、うん、そしたらレイの液体ソースを加えて、ぶっこいですよ、ぶっこい。はい、できますよ、液体ソース。はい、うえーい、うわうわ、え、濃い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 、これは濃いわ。マジ濃いな、これすごいね、うん。絶対混ぜるの大変で、ちょっとあの菜箸から愛知に変えていいですか。あ、いいよ、こうやって。愛知でもそれか変える。俺とそうか、ここでバトン出してる。ここで代打龍拳。いや、めっちゃいい匂いする、めっちゃいい匂いするんだけど、いや、すげえ、頑張ってください。代打、代打龍拳。代打で、代打なんだよ。てれてれてれ、あ、違う、最近そうだ、野球見てないから。あの音がわかんない。今はそれ競馬だわ。
あ、どう、いい感じになってきた。いい感じ、いい感じ。あ、いいね。いいんじゃない、そろそろ。はい、じゃあ止めますか。トッピングは青のエビ紅生姜なしで、うん、UFO そのままでいきたいと思いますので、はい、では食べましょう。食べまーす。ジューユッホはい、ということでできましたわ。できましたね。ね、私目玉焼きをするときちょっと失敗しちゃったから、もう黄身がちょっと溶けてんだよな。本当に早く食べたいので、はい、いただきまーす。うん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 、おぉ、うまっ、うまっ。肝心なる UFO です。これは UFO だ。もうどっからまごうことなく UFO だ。し UFO だ。やっぱ麺がさ、違うじゃん。ちょっとさ、食感っていうか違うね。固め、うん、麺が、あの、要はカップ麺だと結構柔らめになるじゃん。柔めになりがちじゃん。ちゃんとせっかりもっちりの歯ごたえ、うん、そうね、もちもちしてる。新しい。うん、乾麺とはまた違うね。乾麺の時もやばい方だった気がするんだよ。そうね、もっちり麺すげえ。あ、いいね。うん、これはね、やっぱりチルドもうまかっただわ。うわ、これ美味しい。私、1年ちょっと動画やり続けてさ、食べ物のリアクションでここまで出たの初めてなんです。他にもいろいろあっただろう、今まで。確かに。これで出るとき、私めっちゃ美味しいときですから。相当だ。確かに確かに。カプチョと違ってさ、いろいろ足せるじゃん。足せる。乾麺会の時も足したはずなんだけど、今回すげえうまいな。なんか具が多いから。うん、それはある。具多い派なのかもしれない。具がめちゃくちゃ多すぎて。ニシン派すごいな。やばい、もうニシン信者になってしまう、このままでは。いや、もうすでに信者や。ヌードルもやってるしね。やってる。ヌードルもこれとかこれとか食べてるからね。やってますから、うん。カップ麺の UFO と比べその麺とか違うじゃん、うん、っていうのを言ったけど、うん、味はって言われたら、うん、味はもう UFO の味なんだよね。まあそうだね、おそらくあのコイコイソースが、うん、同じさ、まあ一緒だと思う。多分、やっぱ単純にやっぱ麺の感じが変わってる感じ。だから味はね、UFO よ。これ結構好きかな。そうだよね、かなり好きだね。結構好き。普通のカップ麺の UFO より好きだもん。あ、ほんと。うん。そこまで。やっぱもっちり麺いいね。確かにね。やっぱ生麺最強な気がすんだよ。やっぱ手間暇かかってますからね。そうですね、うん、簡単に作るんだったらカップ麺、そう、お湯入れて、うん、確かにお湯入れだけであれだもんな。そう、お湯入れだけであれだよ。あれはすごいよ、うん、ずっと置いといてほしいんですけどね。期間限定とか書いてなかったと思うんだけど、ずっと置いててほしいね。段ボールで買いたい。冷蔵庫いっぱいになっちゃう。あ、チルドなのよ。チルドなんか冷蔵庫いっぱいになっちゃうのよ。ローリングストックしよう、これ、うん。ローリングストックだ、チルド麺だからローリングストックならないかもしれない。ここ最近のほら大食い系さ、うん、大体私リュウキに投げてんのよ。そう、あげません。あげない。あげない。珍しい。俺ちょっと今覚悟してる。来るか、そうそう来るのかな。よかった、食べきってね。うん。はい、じゃあこれ、これ完食しました。ごちそうさまでした。ちょっと甘めの焼きそば好きな方、マジ UFO のこれチルドに本当おすすめ。おすすめ。でこれね、賞味期限、うん、3週間か。うん。結構持つわこれ。だからやっぱりローリングストックしようよ。これ飾っとく？飾っとくっていうぐらいに結構気に入った。かなりでもね、これ美味しいね。美味しかった、うん、本当に。いやー、かなりね、量もしっかりあって、本当に結構あったよ、うん、俺も今結構ね、ちゃんとお腹いっぱいだもん。しっかりお腹いっぱい、うん、まあ、195g ないね、さすがにね。あと、キャベツめちゃくちゃ多かったから。キャベツはちょっと多かった。お肉もあったし、肉も多かった、うん、いや、いいね。だからかなりね、ボリューミーだったんですけど、ね、いやぜひスーパーなどなどで見かけたらぜひ買ってください。買ってみてください。買ってください。 PR ではございません。めっちゃ押してるけど。めっちゃ押してるけど。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、またチャンネル登録者1000人目指します。応援よろしくお願いします。動画は毎日夜8時に更新しますので見てね。それではまた次回のお会いしましょう。リュウケンとルミでした。お疲れ様です。アマゾンで箱買いできないかな。調べよう。